リラケアの花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日はこちら自分ですぐできる免疫革命という本を参考に手足の爪もみの方法と効果についてご紹介いたします。では爪もみを始めます。まずは基本の爪もみを行いますね。1、2、3、4、5、6、7、8、薬指を除く8箇所それぞれこうして挟むようにして爪の両角のところ、爪の生え際の角のところを 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 と10秒程度ぐーっと押すようにして挟んで刺激します。この刺激を行うことで交感神経優位になっているところを副交感神経優位、リラックス状態にして体の免疫力を高めます。押す強さは、痛気持ちいいぐらい、あまり血が滲むほどとかそんなに、弱すぎても強すぎてもいけませんので、痛気持ちいいぐらい刺激を感じる強さで、痛すぎない程度というところですね。呼吸もゆっくりとはーっていう風にした方が効果が高まります。この部分ですね、こういう形でギュッとして 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 ですね。こう押しながら指を回してもいいです。次は治したい病気があればさらに爪もみをプラスします。親指はですね、アトピー性皮膚炎ですとか喘息、リウマチ、ドライマウス、円形脱毛症などに効果があります。この場合はですね、20秒をプラスして刺激します。少し痛いと感じられるぐらいにしてください。そして人差し指は、潰瘍性大腸炎、クローン病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃弱などに効果があるとされています。少し痛いぐらいに20秒刺激します。中指は耳鳴りや難聴などに効果があるとされています。そういった症状がある方は、先ほどの基本の爪もみに加えて中指を20秒プラスで刺激してください。少し痛いぐらいの強さです。はい、そして小指が、一番いろいろありますね。脳梗塞、認知症、パーキンソン病、不眠、メニエル氏病、高血圧、糖尿病、肥満、肩こり、腰痛、椎間板ヘルニア、動悸、頭痛、腎臓病、頻尿、尿漏れ、痛風、精力減退、しびれ、生理痛、子宮筋腫、子宮内膜症、更年期障害、自律神経失調症、不安神経症、パニック障害、躁うつ病、目の病気となっています。プラスする場合には左手だけでなくて右手も同じように、その対応するところを20秒、同じように少し痛いくらいに刺激してください。親指が
アトピー性皮膚炎や喘息、リウマチ、ドライマウス、円形脱毛症などです。人差し指は潰瘍性大腸炎、クローン病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃弱などです。中指は耳鳴りや難聴などです。小指は脳梗塞、認知症、パーキンソン病、メニエール氏病、高血圧、糖尿病、肥満、肩こり、椎間板ヘルニア、動悸、頭痛、腎臓病、頻尿、尿漏れ、痛風、精力減退、しびれ、生理痛、子宮筋腫、子宮内膜症、更年期障害、自律神経失調症、不安神経症、パニック障害、躁うつ病、目の病気などです。下半身の症状を改善したい場合は足の爪も揉むと効果的です。足指も同じように手の薬指に対応する第4指を揉むことは避けて、手の指同様に順に刺激していきます。爪もみは朝昼晩に分けて行うと効果的とされています。寝る前に行うと安眠できます。反対の足も行います。同じように10秒ずつ。このような形で行ってください。爪もみは1日 2,3 回を目安に毎日根気よく続けてください。人によってはその場ですぐに体がポカポカしたり症状が改善したように感じられることもあるのですが、場合によっては、かえって肩こりが強くなったとか痛みが強く感じられることもあります。それは患部に血流が集まることによって一時的に組織が活性化して起こっている痛みですので、心配いりません。改善のペースは、遅い人も早い人もいますが、続けることで、必ず効果を感じられるはずです。以上です。ありがとうございました。